こんばんみーこんばんみこんばんみーメリークリスマスメリークリスマスイエーイ本当に寒すぎてさ、部屋から出られなくない、うん、私もうトイレに行くのも嫌なのなんでそんなちょっとギャルみたいな言い方なのギャルだった今、イニシエだったマジイニシエだったよ今日ルイタン、まあ、ギリ半分トナカイだよ、うん、半用って感じ。さっきトナカイになったね。そう大急ぎでトナカイになったから、さっき毛皮着た今もう毛皮着てなくない、どう考えて毛皮が一番ねえじゃん。着てないじゃん、どう見ても角と鼻でしょ今の本当だ、V 破壊してきたから大丈夫。面白すぎるね。寒くなりましたよね、本当にめちゃくちゃ寒いわ。なんかさ、今思い出したんだけどさ、私のこのなんか右側がスペース空いとるから、うん、なんか食べ物置こうと思って、うん、サムネで登場した食材たちをなんかどれか置くから、どれにしようかな、チキンかワインか、うん、ケーキか、うん、どれしようかな、どれいいかな、ワインかな。おい、無視じゃねえか。なんて言った今なんて言った、チキンって言った。ごめん、ワインでお前それ縦でちょうどいいからだろうが。でかー、ちょっと待って、でかすぎでかすぎ、めっちゃ良くない、集合すぎ。まあ、昨日これこのワイン飲んだよ、なんと。あ、マジで珍しく、うん、珍しい。ちょっと買ってもうたワインのイメージな。え、嘘でしょ、私ルイタンと一緒になんかお酒をたしなむときはほぼワインを飲んでますけどね。嘘、ほんとよ。シャンディーガフじゃない、絶対言うと思った。一発目はシャンディーガフだけど、その後絶対シャンディーガフ。いやいや、その後大概赤か白たしなんでるじゃないの。赤飲んでるとこ見たことないわ、白はあるけど。ほんとに赤飲んでるって、うん、マジ。いつもさ、シャンディーガフ一発目に頼んでさ、うん、その後さ、二人でさ、ようわからん名前のカクテルいつも頼むやん本当にそう何かわからんやつ頼むの趣味だよね。そうそう、二人でそう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 、これ なんか綿あめ乗ってる、頼もうその居酒屋特有のなんか創作お酒みたいなやつ頼むね。うちだけで出してますみたいなやつ、うんうんうん、頼んで、おいしいおいしいミーンって言いながら2人でやってる。すぐ2人の空間に入っちゃうからねいや本当にそうなんだよね。飲み会なんかボイトレとか、うん、それちょっと大に今はできないけど大人数の飲み会行った時に、うん、だいたい最初、まあ、一発目みんなで乾杯してちょっと喋って、うん、すぐ2人で会話し始めてやりがちやりがちだよね、すぐ隣座るしね、うん、悪いね悪いね、二人だけの飲み会になっちゃってたね。確かに思い出したわ、イニシエのそう、イニシエの記憶だねすぐ二人の世界になっちゃうから私たち悪いね。今の配信でも圧倒的に今そうだったもんね、うん、ずっと二人で喋ってた。飲み会の話しちゃったもん、謎のみんなと喋ろうって、みんなと喋ろうって言ったじゃないということでですね、今日もね、うん、忙しいですから配信、はいはいはい、今日はまず、うん、私たちの大好きなクッキングシミュレーターを使ってですね、はい、クリスマスディナー作りをやっていきたいと思います。イエーイ、やったー。で、その後に恒例のマシュマロを呼んでいこうかと思いますよ。じゃあ行きますか、そろそろ行きましょう。キッチンの方へ参りましょう、はい、キッチン行くぞー、レッツ台所じゃあ、ね、やっていきましょうかね。はい、はーい。あー、見て、今日のお客様、じゃーん、マダム。見て、ほら、セーター激ダサセーターを着ている。でもさ、海外のさ、クリスマスってさ、うん、この激ダサセーターを着るのが恒例なんでしょ。そうらしいね。ね、流行ってるよね。なんちゃらセーター、名前あるんだよね。うんうん。ということで、こちらの方審査員ですね、今日のね、はい。ではキッチンに参りますね。ここからいよいよ選びますけれども、マダムのお好みはちなみにこのマグロらしいですよ。あ、でもツナが好きだね。私マグロあんま好きじゃないからな、うんうん、ごめんマダム、ちょっと今回マダムの意見はちょっと申し訳ないですけれど、無視ラタトゥイユ、よくないラタトゥイユ、いいわこれ。いや、お手軽ラタトゥイユ
はい、行きましょう。じゃあまず前菜お手軽ラタトゥイユ行きましょうか、はい、まずはオリーブオイル、玉ねぎ、ニンニク、赤ピーマン、キーピーマン、トマト、フードプロセッサーにこれを全部入れるということですね。じゃあみんな覚えた？ルタ覚えた？覚えた。半分覚えて、私も半分覚えるから。じゃあ下半分覚えるわ。トマトと赤ピーマンとキーピーマン覚えた？じゃあ私オリーブオイル、玉ねぎ、ニンニク、よし行こう。オリーブオイル、玉ねぎ、ニンニク、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 頑張るよ。頑張って。難しいんだよねこれね。怖い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 。20ミリ。20。うん、うわあ、いい、いいでしょ、いい、いいでしょ。今日はまるでお料理番組のような好調な滑り出しですね。じゃあみったんが先生で、私がアシスタントで。わ、うん、かりました。じゃあまずこれ、はい、68g 入れますよ、こちらに、はい、トマトが 68g です。はい、皮は別に剥かなくていいです。健康にいいの で、ね、はい、フードプロセッサー皮の方が、はい、栄養があるって言いますわね、はい、はい、では続いて、はい、続いて赤ピーマン丸々一つを半分に切りますね。はい、赤ピーマン 120g です。はい、よく見るわお昼にこれ。ガン、勢いよく。おー、種ない。種はね、事前に取ってあるので。はい、今日はお時間の関係で種の方はお先に取ってありますので。はい、プラスチックみたいですね。はい、そうですね。はい、玉ねぎですね。玉ねぎ、こちらも皮は巻いてありますので、はい、あ、はい、はい、ちょっと回転していますね。玉ねぎ難易度 S です。60g です。じゃあこちらも回転玉ねぎをね、使いましょう。皆さん新鮮なね。はい、綺麗にね、真ん中に来たところでね、切るのがコツですよ皆さん。あ、ちょっと待ってくださいね。ルーレットですね。ルーレットですね。まるでこれ何の力が働いてね、回ってるんでしょうかね。不思議ですね。止まりましたね。だいぶ切ったら止まります。違いますけど、いいじゃないですか。まあまあ美味しいでしょう。美味しいです。玉ねぎがいっぱい入ってた方が甘みが出ますからね。そうです。玉ねぎの栄養素はね、冬場に効くということで、そうですね、多い方が美味しいということで、多い方入れましょう。入れました。はい、では次フードプロセッサーで混ぜ合わせていこうと思いますよ。はい、わあ、お、いいですね。赤くなりました。いなくなったのかと思いました。いますよね。いますね。はい、はい、では混ぜ合わせたものがこちらです。はい、ではこちら、あー、そうですね。では深鍋にですね、他に塩、黒胡椒、エルブド、プロヴァンス、乾燥を入れようかと思いますよ。皆さん入れてくださいね、はい、エルブド、プロヴァンス、お家にない方はですね、はい、コリアンダーとかもいいかもしれないですね。コリアンダーもしくはシナモンとかがいいかな。ゲームボーイアドバンスとかいいじゃないですか。あ、ゲームボーイアドバンス、あ、いいですね。の乾燥を入れましょう。そうですね。あ、もうちょ、何しに来たのか忘れて、はい、鍋を準備しないといけないですね。ゲームボーイアドバンスや、あとは 3DS などもいいですね。あ、そうですね、乾燥のものをご用意してください。はい、思ったよりサクサクですね、成長してると。でしょ、コメントが来ております。先生、もう何年やってると思ってるんですか。私、そうですよ、料理研究家、三つ星シェフ、そう、初めて35年。意外と言ってますね。そうなんですよ。結構じゃあ細かめに切るんですね。そうですね、9等分ですからね、これをね。9等分ってあんまりやったことがないですよ、35年やってる私でも。確かにこの角度で切れというの、私にちょっと大きかったよ。大きかったよな。ナスのテクスチャーがいいですね。ナステクスチャー、かなりナスですね。かなりナスです。あ、ちょっと、かなりナスですね。ゴミみたいなのが出ました。逃げるわね。ちょっと、息がいいですね。腕の角度えぐいけど、ちょっとここから。ふかふかだわ。ちょっと待って。腕グリーになってますけど。キュウリ見て。え？失礼しました。キ
キュウリ見て、キュウリ見てが聞こえましたけど、汚い言葉が出てしまいました。見てって言ってる人いたな。ちょっと映像が出てしまいました。皆さん気になってる方いらっしゃるかと、まな板はフィールド場外ホームランもあり。どういうこと？ちょっと場外…先生、動詞で喋る。これで場外にね、こう出ちゃうこともね、あります。競技とは、スポーツ。では、こちらさらに60秒やっていきたいと思いますね。はい、なんかすごいことになってます。ちょっと待ってくださいね。なんか暴れ狂いに散らかしてません？少々お待ちくださいよ。あれね、これじゃ焼けないわ。ちょっと待って。これ本当にここで合っているかしら。これ電子レンジじゃない？オーブンってこっちっぽくない？だってさ、回ってたわよ。確かに困ったー。持てない。メインディッシュいきましょうか。ですね、これちょっと冷めるまで置いときましょうか。そうですね、メインディッシュここは一旦冷まして、ちょっといっぱいちょっと散らばってますけど。でもこれをやりながらこれをやるっていうのがやっぱり料理上級者のテクニックですからね。そうです、一旦ね締めときましょうか。これも締めときましょう。